聞いたら損する。人生に悩んでるんですね。仕事だよ。仕事やろうね。なんか、でもうまくいかない時って多分あるのでね。それは長くやってると提案したやつがなんかダメとか、それとも任された仕事が遅れちゃうとかミスるとか。でも任された仕事がなんかいろいろあって中途半端になってるなって思ってる感じですかね。全力でやりきれてない気持ちが。全力でやり、いや気持ちが、でもまあ最終的にはでも気持ちがやっぱ乗ってないから全中途半端になってるんでしょうね。じゃあやめるべきじゃん。ちょっと早い。もう一回言うけど早い。最後に言ってもいいけど。もう少し。なんだろうな。でもただあれなんでしょうね、整理できてないから悩んでるだけなのかもしれないな。仕事が、そうなんです。うまく自分で整理つけられてないから。その何年働いてそんなこと言ってるんですか。5年ぐらい。5年って僕の仕事のキャリアで言うとですか。20年ぐらいになりますよ。そうすると、いやいや今の会社5年ぐらい。5年ぐらいですね。ずっとじゃあ整理しきれないまま来てしまったと。そうですね、いや整理しきれないままでもうまくいってる時はいいんですよね、多分ね。うまくいかない時なんでしょうね。うまくいくとうまくいかないの定義がちょっとまだ分かってない。結果を残せるってことですかね。単純に、まあ売上が立つっていうことだと思うんですけど、まあ、会社としてはね売上立ってるんですよ。で個人の成績が良くない。そうですね、そうですね。でもそういうことですね。でそれは気持ちが乗っからないからと。気持ちが乗っからないっていうのは、まあ、後付けなんですけど、だからやりきれてないからかなって思ってるんですけど、でもやりきるのに時間が足らないなって思うんですよね。今思うがままに喋りますよ。はいはい。で時間が足りない中でやろうとするとやっぱりこう効果的なことだけに注力したいじゃないですか。そうですね。でもそうしようとはしてるんですけど、なかなかその余計な仕事が来ちゃうとか。余計な仕事も多いですね。でやりたいことも効果的に進められてないなって、その中でやろうとしてることで。それちょっと登山に例えてもらっていいですか。登山に例えるとね、登山に例えるとね、登らなきゃって思ってる山がいっぱいありすぎるんですかね。なるほど。整理して順番つけて一個一個登りたい。本当はそうした方がいいんでしょうね。そうですね。でも同時並行に進めないといけない時間軸があるわけですね。そうですね。いやなんか自分がやりたいって思ってることが例えば3つぐらいあって、それも進めてます。で、これを事業部としてやりましょうって思ってること降りてきてるものがいくつかあって、まあそれ当たり前だと思うんですけど、そういうのってっていうのが、オーバーフローを起こしてんのかな。でも前から俺もちょっと気になってたけど、1人同時に何プロジェクトぐらい回せるもんなんだろうと。10ぐらいが常にあるんですよ。10ぐらいですかね、やっぱり。10あるかな。10でも、10いかないぐらいだと思います。でそうすると、オーバーフローの時とその10あっても全部が温度が高いわけじゃないじゃないですか。そうですね。だからそうですね、強弱があってでバランス取りながら多分無意識にやってるんですけど、突然全部こう沸点に近くなってきて、はい、やばいっていう時はあって、でも逆に全部収まっちゃって、あれもう1プロジェクト入れられそうとか、あるあるある、忙しくなくて不安になるみたいな時ってあるじゃないですか。ありますあります。そういうなんか全部が熱い状態なんじゃない。そうかもしれない。言ったら立ち上げ時期というかね。立ち上げ時期って大変じゃないですか。そういう段階だからかな。
から、うん、それだと別に時間が解決するような気がします。あー、なるほどね。説明してくださいって言ってないのになってちょっと思ったんですね。はい。おう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 。向こうは、うん、塾の説明を聞きに来たんでしょが、まあスタートなんですよ。うん、でいかにうちは合格率が高いかとか、うん、いかにこうあの学校の中で1番2番になるかみたいなこと、自信があります、ね。うん、まあ実績があるってことですか。実績があるんです、うん。全国でやってる塾が。はいはいはい。まあ、まあ聞いてて、へえ、そうな、すごいなと。でなぜならこんな取り組みをやってるからですって説明して、へえと。でも一通り聞いた後に、実はあの中学受験に合格させようとか思ってないんですよっていう話をしたんですよ。じゃあなんで来たんだと。そしたら、えみたいな感じに、まあ、なったわけですね。はいはいはい。であのおっしゃったことは、まあ、ほぼどうでもよいんですよと。喧嘩売りに行ったんですか。冷やかし。冷やかしなの。ただその塾に入れるっていうのは、うん、その学習を外注してることになるじゃないですか。あ、家庭内でやってる学習を外注してるっていうことになる、はいはいはい。でそれはまず第一にその親である僕らが勉強見てあげられる時間と学校が終わってから家庭で過ごす時間がマッチしないので、はい、うん、時間がないっていうことになっちゃうから、はい、だからその時間を有効に使うために外注しましょう、はい。でもう一つは教え方が正しいのかどうかがわからないってなるんですけど、はい、でそこで中学に合格するための、教え方っていうのは僕は求めてないんだと、うん、勉強の仕方を教えてほしいっていう話をしたんですよ。ああああ、で勉強が楽しくなるような話し方と か、 なんかなんかいい国作ろう鎌倉幕府とかあるじゃないですか、うん、でそんなどうでもいいんですよ、うん、なんか実はいい国の年号間違ってましたとか言ってるし、うん、鎌倉幕府がなんでできたのかみたいなドラマを話してほしいなっつって、うん、でそういう授業ですかって聞いたんです、うん、まあ、違いますって言われますよね。まあ、違いますってなんですけど、違いますとは言わないんですよ。あ、そういうところもありますっていうのを言うんですけど、あ、それも営業的なあれとして、まあまあね、それはそうなるじゃないですか、うん、でもちょうどその時、うん、夜8時ぐらいだったんですけど、やってたんですね。あの塾が鐘が鳴って終わったんですよ、うん、で、まあ、受付でこう話してる、うん、入り口近くだったんですけど、こう生徒が終わってわーってみんな外に出ていくんですけど、うん、めっちゃ楽しそうな声が上がってるわけですよ。終わったから疲れたとかじゃなくて、おー、へー、なんか問題の話とかしながらこう階段を降りていく感じがあって、あ、そうなんだ。でなんかすごいやっぱ雰囲気いいっすねっていう話をしたら、なんかそういう勉強が好きになる子多いですよっていう話になってきたんですね、うん、でなんかまあ向こうも得たりと思って、うん、お父さんこういうことですよねみたいな感じ で、うん、でそこから話が結構盛り上がって、うん、喧嘩売りに行ったんじゃないんだ、もう意気投合ですよ。で盛り上がったんですけど、最後にもう1時間ぐらい話した時に、うん、向こうも、あ、もうなんかちょっと営業終わるんでみたいな感じで、はいはい、最後お伝えしなきゃいけないのが月謝の方でしてっつって、はい、月謝の話になった時にめっちゃトーンが変わったんですよね、うん、で俺も自分でもびっくりするぐらいトーンが変わったんですよ、うん、さっきまで超興奮して話をしてたのに、はい、じゃあ月謝なんですけどどれどれみたいな話になるんですよね、はい。で別に月謝は、まあ、プランがあったので、まあ、選べるから別に引きはしなかったんですけど、うん、なんかねこう俺の中で整理されてない感じというか、うん、何がしたいんだろうって思っちゃってそこで。おうおうおう、その外注のために払える金額設定はしてなかったのかな。でそのえ払う気がないのに。払う気あるんですよ。払う気ある。全然払う気あるし、仲良く生きていきたいんだけど、結局見に行ったとかじゃないけど、もう、なんて言うんだろう。俺、お金に対してそんななんか費用対効果求めちゃうんだ。で、その時って、その、じゃあ、どういう効果見せてくれるんですかって言いそうになってるんですよ。うん、で、向こうは中学合格させますっていう話に戻る感じがあって。はいはいはい、
じゃあ今まで話してたことがあれなんですね、何の意味もなかったことみたいって自分で思っちゃったとか、思っちゃったんですよね、いうことなんですかね。でこっちは楽しい仕方を教えるっていうことでいいですよねって言われても、それにこの金額なんだふーんみたいな思っちゃう。急になんか現実ですね。急に現実に引き戻されて。ということはあれなんですね、大森さんもなんだかんだ言ったって、はい、子供をこう費用対効果あるものに習わせたいって思ってて、そう、確かに多分そうなんです。効果っていうのはその楽しいとかじゃないって思ってるってことなんですかね。多分投資ですよね、うん、そう、投資して、でそのビジネスライクに言えば投資した分が返ってくるっていうものが、うん、それ子供さんが楽しんでましたよっていうやつじゃないっすっていう、うん、ってことに気づいちゃったんですね。気づいちゃったんです。俺の中で求めてるものが2つあるんだなっていう。ということは整理すると、大森さんはもう子供がワクワクして楽しく勉強できて、勉強の仕方を覚えられつつも中学受験に一発合格できるんだったらお金払う価値はあるかなってことになったわけですね。まあ、そういえば、うん、すげえ楽しんで勉強してるやつは中学受験ぐらい受かるだろう、うんうんうん、っていうことがイコールのはず、うんうん、なんかそこを教えてほしいのかな俺みたいな感じになっちゃうんですね。なるほどね、うん、どう思いますどう思いますっていう投げかけ なのねどう思いますか、どうなの翔ちゃん。僕的にもこの軸は大事かなと思ってて、結果これ結果なんですよね、中学受験に合格する。でもそれは楽しかったら多分成績上がってる可能性高いっていう信念のもとに動くしかないかなと思ってますね。それ信じるしかないの、うん、信じるしかないと思います。でも信じることに月2万円とかちょっとビビるでしょ。ビビりますけどね多分僕たちがそれをの価値を提供できるかっていうのも難しいですよね。それはやっぱ外注になりますよね。月2万円ってなかなかですね、うん、なかなか、いやなかなかっていうか今小学生の塾なんてそんなもんすよ。あ、そんなもんなんすね。月2万円じゃ収まらないですよ。あの入塾料金っていうのがまた2万円で、半期の教科書代がまた2万円年間4万円はで、2週に1回テストするんだけど、それ6000円だったかな。2週に1回めちゃくちゃ金かかるな。6年生だったらどんどん上がっていきます。4年生だからこの金額は夏期講習40万みたいな。信じるだけじゃやっていけないでしょぐらいお金かかるわけですね。それなんで勉強ってこんなお金かかるもんだっけなって思っちゃった。そうか、子供がね、大きくなったら多分感じますよ。確かにね。授業参観とかすげえ行ってほしいんですけど、うん、45分の時間の中でみんな一斉の授業やるから、うん、なんかもう分かってるのになんで待たなきゃいけないのとか思っちゃうんですよ。まあ同じ、うん、そういう人もいるってことですよね。そう逆に逆の人もいるでしょうね。まだ終わってないのになんで先行っちゃうのみたいなことも起こるわけですよ、うんうん、なんかね、正しいのかなってやっぱ思っちゃう。あなるほど、あり方がそう枠にはめてやっぱ考えるじゃないですか、うんうん、フレームワークというか、うんうんうん、そういうビジネスでもあるじゃないですか。ありますあります。で俺最近気づいたんですけど、それが嫌いなんですよね多分。でももっと自由に、情報もいっぱいあるから自由にアクセス して自由に探求すればいいと思ったりするんですけど、うんうん、でも一旦枠にはめないと、そういう枠の外を知ることはないから、はめた方がいいのかなみたいな。あ、いや、うん、それにつながるのかどうかは分かんないんですけど、はいはい、なんか自分も含めなんですけど、子供にこれからを生きる子供に知ってほしいなと、まあ、僕もプログラム教室手伝ってるんで思うことは、はいはい、自分で決めることを上手くなってほしいなって思うんですよね。で、ね、さっきの話につながるなってちょっと今思ったんですけど、話してたらちょっと今整理できてないんで、はいはい、もうちょっと話すと、なんか正しいかどうかを追い求めちゃうんですよ。
で正しいかどうかを追い求め始めると、うん、今ってもう情報山ほどあるんで、うん、分かんなくなっちゃうんですよね、うんうんうん、こっちの理論もあるこっちの理論もある、うん、答えは一つじゃないですよね。そうなん、大体そうなんですよね、うん、大体そうじゃなくて結局まあさっきの信じるみたいな話になってしまうんですけど、うん、でもなんか自分で一回信じるというか、うん、決める、うん、みたいなのがすごい重要だなって思ってて、なんか決めるうまさって何ですかね。そうなんですよ、そう、うん、決めるのをうまくなってほしいなっていう自分の、うん、自分に合った決め方、うん、これが決めたところが、うん、なんかもう100キロ先とかだったらもう行く気なくすじゃないですか。せめて10メートル先ぐらいがやっぱり行きたくなる距離だと思うんですよね。なるほどね、うん、で、うん、そういうのを決めないと進めないんじゃないかなって最近思ってて、はい、決める距離感は多分人の価値観で、うん、価値観で決まります、はい、確かに子供たちはなんだろう1メートル先ぐらいの方がいいのかもしれないですね。言ったらね、うん、言ったらね、でそれ行ってみて、うん、正しいと信じてたか、信じてたが、うん、あれそうじゃなかったかもとかも戻りやすい距離、戻りやすいですよね、うん、戻りやすいで、うん、一応それやるともう絶対前に進んでるじゃないですか、うん、でも正しいのを追い求め始めるとなんか全然一歩進んでないんですよね、うん、頭はでっかちになるんですけど、どんどん知識も入るし、うん、うーんっていうのがあって、なんうん、これうまく つながってるのかどうかちょっと自分でもよく分かってないんですけど、のネットで読んだ記事で、はいはい、プログラミングはその量的にやるべきか質的にやるべきかという話で、はい、で陶芸の、うん、なんか大学の研究みたいなので陶芸を量的にやらせたチームと、はいはいはい、質的に評価しながらやらせたチーム、はいはい、どっちが優れてたと思いますか、うん、評価しながらやったんですね、その質的の方は、うん、評価しながらの方だと思います。断然量的だったそうです。マジで？で量的でにやると一回作ってで失敗とか覚えて学習して質のいいものを作っちゃうそうなんですよ。ああね、PDCA してるんですね。失敗の数が多いと質が高いんじゃねえかみたいな話になるんですけど。はいはい、でプログラムそれを知った人がプログラミングをじゃあとにかくコードをいっぱい書こうっつって、うんうん、いっぱいコードを書くようにしたんですけど、うん、ある日俺全然成長してんじゃないかと気づいて、うんうん、で何かの本で、うん、なんか 石のないこう量っていうのはあんま意味がねえみたいなのをそういうことっすよね得て、うん、でそれからエレガントなコードを書こうっていう意識を心がけるようになってから成長しました、うん、だただ量でもない、うんうんうん、そうですね、で多分そのエレガントっていうのが10メートル先のゴールになると思うんですよ、うんうんうん、でもすげえいいコードを書く天才プログラムになりましょうは100キロ先だと思うんですよ、うんうんうん、でそのエレガントさの定義を教えてもらうと自分で考えたり教えたりとかっていう、そうそうそう、だから自分で考えると大事ですね、うんうんうん、でそれの発見を彼はしたから前に進めたと思うんですね、はいはいはい、あでもそれが分かっただけでもその量でやった価値はありますね、ってことですね、うん、すごいありますよね、うん、俺たち大人は、うん、じゃあその決めることはうまいのかっていう、いや全然うまくないと自分自身では思いますね、うん、なんか下手くそになってますよね、なんかこう、あでもそうかも、なんかすごく慎重になってるじゃないですか、うんうんうん、なるほど、失敗するの怖いからね、うん、昔はそうでもなかった気がして、うんうんうん、それは結婚とかも関係するのか、あるんじゃないですか、結婚ね、例えば俺なんてもう11回目の転職をしたわけですよ、はい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 、すごいね、すごくね、すごいね、さすがにすごいわ、それは手は戻りみたいなことをしてるけど、うんうん、進んでんのかなとか分かんなくなっちゃうんですよね、なんか今更すげえ働きまくって30も後半になってから、うん、プログラミング教えるって面白いとかって超遠回りしたなとか思うんですよね、働き方の価値観が変わってしまって、はい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 、会社の中で所属して働いて、会社のミッションの中でやれと言われてそれをやって成果を出したから褒美がもらえるっていう仕組みじゃないですか、分かりやすいですね、時間とかを拘束されたりとか、うん、自分のこうなんだろうスキルの使い道も制限されたりとか、うん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 、でなんならその成長する向きさえもその会社が決めてるというか、うん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 、その中だったら何してもいいよっていう
自由さを感じつつ実は不自由みたいなこととかって多分あるんですよ、うんうんうん、でそれ会社を変えても実は変わってなくて鳥かご変わっただけみたいな、うんうんうん、でまあ、起業しても多分そうなんですよ。起業して社長さんとかを見てても、うん、自分で作ったカゴの中に入っていくんですよね。まあね、でもプログラミング事業は儲かんないっていうのをもう認めてからはすごい楽なんですよ。あ、儲かんなくていいじゃんみたいなでそうするとすげえ楽しさが増してきてなんかいい感じなんですよ。あ、こんな遠回りしてやっとここにたどり着いたけど俺前に進んでるのかなと思って。それあれっすね。でもね、それ相当変人じゃないとできないと思いますよ。そうこれね、いや、さっき言ったカゴに入るっていうのが、はい、僕ね、一つの型なんじゃないかと思うんですよね、はいはいはい、それも決めの話で、はいはい、起業したらこういう風にやってこういう風にこういう風にやるみたいな、うん、みたいな型をみんな作るんだと思うんですよね、はいはい、うんうん、で、そう、ね、大森さんの話聞いてていつもあなんか褒めるみたいですごい嫌なんですけど本当言いたくないんですけどいいす俺を記録に伸ばしての残してこう世界中に発信だぜなんか自己フィードバックがめっちゃ早いんですよね。その自分のやってることを評価して、うん、修正するのがすごい早いなっていうのがあって、でそれがなんかあれなんですよね、あの俺からしたらね、はい、これも俺の悪い癖でもあるんですけど、俺なんかこぼれ落ちてるの見ると拾おうとするんですよ。はあはあ、でも大森さん結構、はい、芯だけ見て、はい、その周りがこぼれ落ちてても前進むじゃないですか、はい、どんどん、はい、うん、あれをねちゃんと子供にインストールした方がいいんじゃないかってちょっと思うんですよね。でも、うん、そんなことできんのかなっていう気もしなくもないけど、これはなんでしょうね、まあ、価値観の話になっちゃうと思うんですけど、やっぱ価値観なんですかね、うん、価値観というかバカなんじゃねえかな。いやいやいや、褒め言葉、褒め言葉、いやでも本当ね、いやでもああね、まあ、あのそういう人もいて、はいはいはい、そう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 、そうですね、もう今も出ちゃったよ。出ちゃいました、ね、大丈夫だろ、ピーって入れといてください。ここだけ入れといて、すいません、まあ、まあまあ大丈夫じゃないですか。いやでも本当ね、やっぱ進む人ってそうなんですよね。うん、4月になったからか分かんないですけど、なんか飲み会とかセミナーとかに案内されるとか呼ばれるのが多くなってきたんですよ、はいはいはい、で必ずこうメールとかその、まあ、電話とかでなんか面白いことしましょうよとか、ね、面白い人がたくさん来ますとか言うんですけど、はいはいはい、面白いことできた試しない。そうっすよね、これ本当そう思いますよ。なんでみんな面白いことしましょうって言うんだろう。さっきも言ってた、うん、面白いことしたいねって。で面白い人がいるっていうことに、うん、アクセスするってなんかね、なんかおかしい気がするんですよ。あ、多分向こうも俺をそうやって紹介してて、ね、うん、この人が来たら面白くなるだろうっていう考え方なんですかね、うん、あ、そういうことなのかもね。あ、けど見てる景色はみんな違いますからね、うん、あんまりうまくいかない、うん、面白い人たちっていうのは付き合っていく中で分かったりとか、その人の面白くなさもあることを認めて面白さみたいなところがあると思うから、うんうん、初めまして面白いですねってないと思うんですよ。ない。それ顔が面白い人だけですよね、うん、いや本当に本当にあって面白いのってファッションがね、面白いのがね、うんうん、まあ、見た目で分かるやつです。外的な要因ですね、うん、本当に外的要因だし、このなんか面白いことしましょうみたいな、あのすごい緩い価値観みたいなのって IT 業界特有だなと思って。確かにね、みんな一発当てたいんでしょうね、なんかどうかしら。でそうすると贅肉がつきやすいんですよ。お、なんですかそれ、それちょっと聞きたい。さっきで言うと、うん、その芯にいっぱいゴミみたいなのが、ゴミって言ったらダメだね、うん、なんかこういろんなものがこう付与されていって、うん、で本当はやりたかったことがどんどん隠れていくんですよ。おー、例えばプログラミングを子供たちに教えてますってこうやってますって、うん、なんか総務省の事業で何千万取れるやつがあるから一緒にやろうぜとかってこう話になると、俺が本当にやりたいことではなく総務省がやりたいことになるわけですよ、うんうん、でもそこには予算とかいろんな人脈とかがこう出会えるからみたいなのがこうどんどん付与されていって、でそれやっていくと、まあお金は入ったね、
でもなんかこれじゃなかったよなみたいなのが残るんですよね。で付き合いとかが増えてるみたいな、増えてって飲み会が増えてって、この時間何の意味があったんだっけみたいな感じになっちゃう。はい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 、あでもすげえわかる、なんかそれ、うん、だから本当にやりたいことに正直になりたいだけだと俺自身を見ると、もうなんか人に振り回される働き方したくないですよね。でもそれはその人はやっぱり独立すべきですよね、うん、って思いますよね。でもさっきの型っていう話でいくと、うんうん、やっぱ型が上手い人もいるから、うん、ああまあね、そういう人もいるし、うんうん、独立する人もいるし、うんうんうん、ああなるほどな、うん。